チズ・ダクシネーシュワル・カーリー寺院は、インドの西ベンガル州のコルカタ郊外のダクシネーシュワルに位置するヒンドゥー教の寺院。ラーニー・ラーシュマニーにより1855年に建立された。彼女は後にラーマクリシュナの信奉者となり、以来彼はこの寺院に居住した。フグリー川の東岸にある、この寺院に鎮座する神は、ババタリニーといい、カーリーの外観をしている。主要施設として、大型の大きな外壁と、横一列に並ぶ12の芝聖堂に囲まれた中庭の中に、9つの尖塔をつけたカーリー聖堂がある。ちょうど、芝聖堂の端の先に位置する、大型の外壁の北西の端には、ラーマクリシュナが長年過ごした部屋がある。カーリー聖堂の尖塔他に、ラーニー・ラーシュマニーに捧げられた礼拝堂、書店などもあり、芝聖堂とフグリー川の間には川に降りて、沐浴するための階段が設置されている。なお、寺院内での写真撮影は禁止されている。ありがとうございます。